ょうど一週間ほど前にマモルを連れて福井に帰ったんですけど、見事に一家全員をメロメロにしてしまいまして。なんじゃおめえこんな男になって。それからというものを母も父も、マモル何してんの？会いたいよーって LINE が止まらないです。もともと我が家は動物大好き人間で、大型犬から小動物までいろんな子たちをお迎えしました。最近は動物がいない期間が長かったので、マモルに会えたことはとってもいい機会になったみたいです。こんなにメロメロになるとは思ってなかったので、マイコロも超嬉しい。僕も超嬉しい。それからというものマモルの動画を毎日家族 LINE に送るということが日常になりました。体力が心配な年齢になっても、フレットは散歩に行かなくていいし、餌を食べたり寝るのも自分のペースでできる。飼いやすくていいな。とのことでした。そして何より動物がいることで和やかな雰囲気になるのがいいですよね。初めてのおじいちゃん、よろしくね、よろしく。